山梨県立鶴高等学校は、山梨県大月市にある県立高等学校。校名は、万葉時代からの歌枕、海の国鶴軍の軍名に由来する。それにちなんだ折鶴の交渉を用いる。1900年、山梨県で2番目に開校した、軍内地方唯一の旧正中学校、山梨県立鶴中学校と、対正12年創立の高等女学校。 山梨県立鶴高等女学校等前全身に持つ山梨県屈指の伝統校である。学園祭は若鶴祭と呼ばれる。山梨県で小学区制が導入されていたとき、名前はとどめであるが所在が大月市にあったため鶴学区ではなく大月学区に属していた。そのため公明と都市名が同じ都留学区の鶴市から受験する場合2001年までは、 大幅な入学制限があった。ただし2002年より、単位制を導入したことから、大月学区からの指定が外れ、鶴市からも大月市との制限なく入学できるようになっている。男女共に、旧制中学校内子高等女学校以来のデザインを堅持し、伝統校としての誇りを表現している。着こなしに関する校則も規律を重視して比較的、厳しい。なお、 山梨県内の高校で女子の制服にセーラー服を指定しているのは本校の他に山梨英和高校と駒高校の3校のみである。また山梨県の群内地方の高校で男子の制服に学生服を指定しているのは本校の他に藤川口湖高校があったが2020年度からブレザーに変更されたのに伴い現在は群内地方では 唯一本校のみとなっている。中央本線での通学者は、大月駅下車。富士急行線での通学者は上、大月駅下車と住み分けがされている。ありがとうございます。